違いを教えてやる。どうしてもお帰りいただけないようでしたら実力行使ということになりますね。よろしいですか。ほんと、いい度胸しとるやんけ。ほんならこっちも力ずくでも教えてもらうで。
Ah!
ん死んでこい。
安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。ノーノーと暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらうぜ。望むところへ行くで。ジョーダYeah!
説明は後回しだ。お前らは悪い奴には見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。ふっ、言うね。さあ、こっちはいつでもいいぞ。覚悟はいいな。行くぞ。Thank you.
さあ、誰が誰を殴りましょうか。ヒトちゃん、迷ってたお前に腹くくって勝負据えてけしかけたんは俺。それから俺もきちんと腹くくらなあかん思てな。冴島さん、お前には悪かったと思ってる。登場会をお前一人に押し付けたのは俺の責任だ。だから俺ももう逃げない。俺なりのけじめはつけるつもりだ。桐生さん、お前は伊佐井さんのおかげで死んだはずになってたあの谷村です。俺はあんたみたいな自分の手を汚さない、自分の足で動かない人間が大嫌いなんだ。あんたのために犬死にしていった杉内さんや久井さんのためにもちゃんとあんたを捕まえさせてもらうよ。この小僧が。さすがですね、秋山さん。ちょっと安心したよ。俺には人を見る目がないんじゃないかって疑心暗鬼になっていたんだけど、あんたはちゃんと野望を持った人間だったみたいだ。あんたが宗形を捨てたとこまでは認めてやる。だが人の金を使ってまで貫く正義なんてありゃしない。だから俺があんたを食い止める。いいでしょう。おお、すごいね。俺に初めて出会った時からその覇気があってくれりゃこんなことにはならなかっただろうに。もう時計の針は戻らないんですよ。後悔しても始まらない。ああ、来いよ。くぞー秋山早すぎますよ。やるな。
さあ脱げや、ヒドちゃん。おお、ええ体しとるやないか。脳ある鷹は爪を隠すっちゅうやつか。秋山さんの店であの金を見たとき、チャンスだと思ったんです。冴島さん俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです、今がまさにその瞬間だってことを。そうか、なら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんじゃない。ええな。はい。おいや、ひどー。うわー。
覚悟はできてるよな。ええ、桐生さんならこの金なんか使わずに同情会を立て直してみせろって言うんでしょうね。さあ、それは分からない。お前の立場になってみないとな。譲れるもんなら譲りたいです。だが俺にも意地がある。俺を信じてついてきてくれた仲間に俺なりの生き様を見せてやりたい。あんたが昔俺に見せてくれたようにね。大吾、またこうして直接戦えるなんて思ってもみませんでした。でも正直こうして戦えることが嬉しいですよ、桐生さん。来い。俺が登場会というダイモンの重さきっちり体で教えてやるぜ。行くぞ桐生。やっぱりあなたは逮捕しません。
辞職させていただきます。副総監、どういうつもりだ。刑事としての行動を逸脱してしまうかもしれないってことですよ。何をバカなこと。この人数相手に何ができる。お前も父親と同じように犬死にするだけだ。宗像さん、あんたは全然分かってない。この町にはね、たとえ相手が100人200人いようが、たった一人で戦う人たちがいるんですよ。彼らのようにね。それじゃあ現場捜査の時の感覚、数十年ぶりに味わってもらいましょうか。やれ、こいつは早く殺せ。副総監、いや宗像清志郎、お前の野望はここで終わりだ。覚悟しろ。
となしくしろ。わかるな。Let's go.